チリーン地図グーグルマップ。鶴の湯とも呼ばれる。新川は渓谷温泉郷に属する温泉群の一つであり、周辺は、阿モ川水系石坂川の渓谷となっている。国道223号沿いにあり、付近に、塩浸し発電所がある。2010年の改装オープンに伴い、塩浸し温泉、龍馬公園となっている。千八百六年頃に発見され、温泉で、 鶴が傷を癒していたことから鶴の湯と呼ばれるようになった。古くから切り傷や胃腸病に効能があるとされていた。安政年間、国分に住む丸山久志衛門が浴場を設けたが、数年で廃止されている。1866年5月1日に坂本龍馬、お竜夫妻が訪れた。この時に夫妻が入浴したとされる湯船が脇の川沿いに残されている。 1867年、福山里に住む岡本城八が浴場を設け、母親戦争の負傷兵に功能があったとして、一躍有名となった。付近の川岸に潮が気がついていたことから、潮浸し温泉と呼ばれるようになり、薩摩藩によって道路や温泉施設が整備された。1885年に暴風雨の被害があったものの再興している。 1969年に、牧蔵の町営潮浸温泉センターが開業し、1989年11月23日に、坂本龍馬、お留し、しかし、建物が老朽化してきたことから2009年3月末限りで、入浴施設は一旦閉鎖となった。その後、新たな入浴施設と、公園、坂本龍馬や観光に関連した資料を展示する。 施設を整備する工事が実施され、2010年5月1日に、塩浸温泉、龍馬公園として再開業した。公園の総面積は1795平方メートル、総事業費約2億6800万円となっている。入浴施設は、石坂川の東側の狭いスペースに建てられており、二つの異なる源泉から引かれた温泉がある。 老朽化していた管理棟は取り壊されて、入浴施設として使われていた二棟のうちの一棟は、龍馬資料館、この世の外に改造されている。男湯は、龍馬の湯、女湯は、お竜の湯の名前で、床面積155.97平方メートルである。資料館は、面積77.28平方メートルで、2011年3月31日までは、大河ドラマ、 龍馬殿の記念展示を行っている。また、無料の足湯、龍馬とお竜の縁結びの足湯が設置されている。入浴施設の北側に、坂本龍馬、お竜新婚当時の日が建てられている。龍馬とお竜の像は、彫刻家、楠本香よの手による。石坂川を挟んで西側を国道223号が通っており、すぐ北側で石坂川を横断している。 2010年の新創開業までは国道からは温泉施設へ入る専用の鶴の湯橋という橋が架けられていた。この橋は下部にかつて使われた橋がそのまま残されており、その上に新たな橋が架け直されている二段構造であった。上の橋も1967年の国道開通時に低い位置にあった橋をかさ上げしたものであった。 2010年の改装にあたって、これらの橋は撤去され、新しい、塩浸し温泉橋が架けられている。鹿児島空港、JR 国部駅より、鹿児島交通バス、霧島岩崎ホテル行き乗車、塩浸し温泉下車すぐ、ありがとうございます。